スキル獲得版「タイガーファンディング」ではどうぞ失礼します今宵も奇鋭のサービスを生み出す志願者を求め虎たちが目を光らせる まずはご経歴をどうぞ。中部優斗、十四歳。えっと住まいは大阪府です。えー、最終学歴は大阪工業大学卒業。えー、現在はファンシー VM と株式会社代表取締役をしております。あなたが思い描く未来の姿は昨今のウェブマーケティングに必須級のラインマーケティングを当たり前に高品質で運用できる市場を実現したい。では、機営のサービスを作り上げろ。Launch Your Business。それでは簡単な経歴をまずは手短に説明してください。 ははい私は三重県名張市で生まれまして大学入学を機に大阪に行きましたで大学は大阪工業大学でして2021年3月に卒業しました卒業後 NTT 関連の SI ア企業システムエンジニアとして入社した後10か月後退職しウェブフリーランスとして独立しましたでそこから半年後現在のラインマーケティングを中心としたファンシーウェブメイト株式会社を設立し現在に至ります ファンシーウェブメイト、はい、何か意味はあるんでしょうかえっとフリーランスの時期にちょっと会社名どうしようと考えた時に、えっと、理想を実現するみたいなちょっと、はい、あの横文字使いたいなというところになってしまいまして現在の形となっております意味としては理想を実現すする仲間とという意味となります、はい、今回のプランを簡単にお願いします、はい、今回は LINE、えっと、マーケティングの内製化研修を企業向けに拡大していきたいということでそちらの支援をお願いしたく参りましたドッキリかと思いました僕は。 あのですね皆さんちょっと今回から僕全然志願者の募集に関わってないんですけれども動画編集キャンプのマーケティング全部やってくれてる人です、えー、なので身内も身内なのでどうしたもんかなと思っているしはいなのでまあでも多分それも含めてやらせになるんじゃないかってことも掘られると分かってるでしょ、はい、そこも含めてなんか色々 提案してくれるのかなと思っているという,ですもう一回動画編集キャンプの何をやってるんですかマーケティングをまあもろもろすべてやってくれていますあ<ー>動画編集キャンプで僕が YouTube とか Twitter とか頑張ってあとオーナーさんがこうこう頑張って LINE 登録してもらった後制約まで持っていく中で彼が全部やっているという,そういったで最初からはいあのそうですもともとフリーランスの頃に発注していて、はい、発注元発注先っていう関係でありつつも ちょっっとしたた指定関係みたいなのあて彼がまだ駆け出しで僕もこうちょっとマイクロマネジメントだった時期なのでこうやって働いてああやって働いてって教えてって動画編集キャンプを作る時に彼に「まるっと」お願いしたっていうそういう背景なので今回ちょっと本当にやらせ抜きでびっくりします今この場でねこの資料を見てお前やんっていう <laughs> ちなみにあのこの会社は今直近で言うと年商でどのぐらいまでいってるんですか えっと法人が一期目がえっと十一、えー、月でえっと終わりましてええー、三千万ちょっと五百万前後ぐらいですね。これが一期ですか。あ一期目です。はい、はい、ちょうど終わったところじゃあ。そうですね。終わったぐらい。決算十一月なんですか。あ十一月で締めです。ははい。で二期目に入ったところだね。はいはい。まあこういう仕事だから三千万であれば、はい。そんなに原価がかかる仕事じゃないから、はい。十分にもう食べていけるって感じになってるの。

役員報酬を取った上で2000万ぐらい会社に残ってんのあそうですはいすごいじゃないよ何しに来たのまあお金を得に来たわけじゃないそうかえすご大体それぐらいになります24歳ですよね大工大って国立でしたっけいや私立で中身としてはもうほとんど専門学校に近い私立大学になります い言ううなんだけどそそめちゃくちゃゃゃく賢いい学校じゃないあそうですあもう全然あの大学受験も全然ろくにせずに大学に行った形になりますえーはい、コンサルティングの内容をちょっと聞きたいんですけど、うんすね、どれぐらい時間を費やすんですか、はいえっと, B, と C で変わるあ B 向けと 2C 向けで変わるかなと思うんですけど両方やってるあ両方はい、えっと、2B のコンサルティングに関しては基本的にはメインは毎月のコンサルティング業務になってきますのでそれに関してはえっと 毎月1回のミーティングと,、えー、と分析レポートの定数のみになってきます、基本的にあとは配信代行とかは、えー、LINE からのメッセージ配信の代行というところもあるかなというところです。それはフェイストゥーフェイスでやってる場合の時間だと思うんだけども<で>それに関わる作業はどれぐらいかかってるんですか、はい えー、作業に関しては結構そのマーケティングどれだけラインマーケティングに取り組むかにはよるんですけど、えっと、幅はあるもので20時間から、えっと、すごいかかるものだと80時間ぐらいかかるものもあったりします。と、うん、いうのはなぜ聞いてるかというと、はい、今役員報酬も除いて2,000万残るってことはじゃあ600万で6人雇ってたら1人平均100万円の年収なのかっていうのがちょっと疑問に思ったので聞きました。あ はいえっと、そこに関してですと,、えー、っと基本的には、えっと、外に、えっと、あまり吐き,き出す仕組みではないといいますか、えっと、割と一期目に関してはあの僕のマンパワーでちょっとやってきたところはあるので。うん はい、結構その40万単位でもらえるような仕事でもかなりこう効率化を図って僕自身でやる場合は23日で終わってしまうみたいな形のことが結構あったりするのでじゃあここからちょっと利益効率が落ちるってことでいいですねあこれからは必ず利益が落ちるかなと見込んでます今の 2B2C って、はい、今までやってたことですかそれともこれからやっていくことえっとここまでで、えっと、一応やっている形で今までやってたことでこれからやっていきたいことは同じことをこれからやっていきたいことは今は、えっと、2C 向けに、えっと、こういうラインマーケティングを教えるみたいなところをやっているんですけど それを法人向けにやることによって、えー、企業研修をして、まあ、内製化法人の内製化を支援していくっていうところになります。 通信向けにやってるってことはそれによってラインマーケティングをできる人材を育ててるってことですか。あ、そうですね。状況を見た国して採用してるっていう。あ、そういうことです,、ねですね、はい。それをちょっと社内担当者を今回作るためのサービスを拡大したいということでさせていただいたという形になります。ハウさんお金払いすぎちゃって大丈夫ですか。儲かりすぎてますよ。あ、そうですね。<laughs> まあわしが育てたって、ね。<laughs> おかげさまで。ハ、は、ウ、い、さんからの分も大きいんですよね。ってことは。えっとそんなことない。あ、えっと割合的な話で言うとだいたい。えー大体 すごい金額ベースっていうのはまあすごい優秀なんで僕がいろんな人に「中秋優秀優秀」って言って回ってって形で紹介でもやっていただくことは、はい、多くなってきてます次の質問はどうやって仕事を取ってきたかって質問したかったんですけどそれは青さんの紹介で取ってきたっ,たってこと <laughs> まあまあ彼の実力ありきですけど <laughs> なるほどね、はい、ラインマーケティングを軸にした気営のサービスを展開開開始優秀な志願者のプレゼンテーションに心をつかまれるトラち 序盤戦事げる。その LINE マーケティングって LINE 構築できますっていう人も結構詐欺が多いなと思ってて、はい、なんか「構築できます」って言うけどやらしてみたら全然売れねえじゃんみたいなパターンって結構多いんですよ。はいはい、ぶっちゃけ周りの LINE 構築事業者と比べて自社が強いとしてるとこどこですか えっと特徴としては結構こうライティングに依存したラインマーケティングをしているので一番強いのはライティングかなというふうに思ってます他社がこう詐欺っぽい理由っていうのはこう見かけ上こうすごい取り繕ったりというかこうリッチメニューっていうものをあのトーク画面の下に置けるんですけどそこをめちゃくちゃデザインこだわったりとかするんですけど結構その成果の本質ってそこじゃないのでそこにコストをかけて頑張った結果成果出ないみたいなところは多くあるのでそこは弊社はやらずに原価は基本的に抑えながらライティングで勝負するみたいなラインマーケティングをやっているラんですか。 文ってことです、ねあ。あと文章のえっとセールスライティングとか、売るためのこうシナリオ配信というメッセージを順番にこう送っていく。っていうやり方でラインマーケティングが成果を出すんですけど、うん、文章で勝負していくっていう。文章がいい文章を書いてるってことです。ああ、売れる文章を書くみたいな形のイメージです。はい。どういうところが取引先にあるんですか。 えっと、基本的には最近はやっぱりこう青さんの影響でこう動画編集キャンプをやってる LINE の人っていうイメージが強いので、まあ、そういう似たようなこうここれそれこそこのスキル獲得版タイガーファンディングに出られるようなコンテンツ販売をしたい方っていうのは最近はすごいかなと思ってます昔はちょっと店舗だったりとかそういうところも多かったですなるほど店舗、はい、との相性って LINE 悪いっすよね、うん、よくないです、ね、そう<直>もう LINE 今まで何回もやったんだけど、はい、全く成功しないですよ LINE ってうちは全部手打ちです もう普通にスタッフが返してます結構ボットもみたいになっちゃってチャットボトみたいになっちゃってんか生の声感が伝わらないんで。<う> 相性悪いんですよねちょっと申し訳ないですけど一昔前は LINE マーケティング非常に聞いたんだけど、うん、最近聞かないですよね聞かないですね一切全部めました <laughs> <laughs> まあちょっとごめんなさいいきなりそんなこと言っちゃって店舗 <laughs> には向いてないかもしれないですけど僕はどちらかというとこう売り上げを上げますっていうよりかはリピートを作った仕組みを整えたりとか業務改善よりというかとあの人の手を挙げるための仕掛けを作ったりとか最近はもうそちらの方が多くなってきたかなというイメージです。逆じゃないですかう<ー>ん <laughs> 結構店舗だと今 LINE でででそそれこそ来た人に対して、えー、例えば情報を取得できるんですよねもうバーコードでパッと読んでもらって、はい、そしたらその人たちが、えー、次に来そうなリピートする時期っていうのが分かるのでその辺りにメッセージを送る配信を決めてあったりとか新規で来た人に対してあの例えば何か評価をしてくださいとか Google の評価そういったものをすぐに返せたりとかなんか活用の仕方が多分ツーステップマーケティングみたいなああいうマーケティングっていうよりかは。 なんかお客様へのこう 接客を勝手にやってくれるっていうようなイメージで使っているところが多いかな。そうですね。あとはこう別サービスをもう平行してやってるというか、例えばあのイクさんの場合ってこう美容室でこうヘアケアとかあると思うんですけど、美容室でえっとカウンセリングシートとかで顧客のリストを取って、その人に対して EC サイトの商品を売るみたいな形でこう別のマネタイズ商品というか何かある方だったら特に店舗の方でも売り上げ目的みたいな使い方はできるかなっていうす。それもやってるんですよ。ただそれがまさにセナさんがおっしゃったようにもうボットとで世の中の人がそれになる。 できちゃって,てあこんなのどうせまたボットだなと思ってもうこの相手にしなくなったっていう現状なんですがそ,うそれどう出してくれますうちの美容院に来たお客さん LINE で「あこれまたボットだから LINE 友達登録やめよう」っていう人たちが1回の配信で何十人何百人で出るんですよそれをどう改善してくれますかそ,うです、ね、そこに関しては正直言うとこう ライティングみたいいいななとところが一番大きいのかなと思っているこう文章の中身がうざいなと感じたら自動で通知をオフにしてくださいっていう文章を残したままにしている方だったりとかそういうもう自動で LINE 上で設定されているものをベースに書いちゃうから余計にこうボット感が出ちゃうのかなという形はあるので文章力が非常に高いってことですねそこは見せ方であの結構、まあ、弊社のクライアントだとあのそこはうまくいってるかなというふうに思いますね。はい24歳 優秀ですね。<laughs> ありがとうございます。なんか、あの、こういうね、そのビジネスのことも気になるんですけど。なんで、こういう経緯に至ったのかなって。はいえっと、一番、こう、自分が独立しようと思ったきっかけは、僕実は、こう、離婚して、バツイチでした、ね。<laughs> あ、そうなの?。<laughs> ちょっと、そういうこと。はい、<laughs> そうなんだ。 ちょっとどこまで言うかなんですけど奥さんが、えっとまあ、専業主婦、まあ、一応専業主婦っていう形でいたんですけど、まああのまあ、当然そう新卒1年目で専業主婦っていうのは結構きついのできつい、ね、副業から始めてで思ったよりうまくいきだしたなっていうのと途中の段階でちょっとあこの奥さんダメだわって個人的になっちゃってじゃあもう仕事に振り切ろうってなって、えー、独立っていうふうに振り切っていったっていう形になります。お子子さんんんははいいいいいらららっっししゃゃるででですすす供ななね なるほど奥さんダメだわかちょっと正直こういつか離婚できないかなって思ったタイミングでちょっといろいろあってやらかしていただいたんで <laughs> あのそのタイミングでじゃあ離婚し,よう婚したのいや、えっと、学生のうちに結婚することは決めてたんですけど、はい、一応会社があるので、はいえー、入社してからちゃんと上司が決まったタイミングで上司に報告して結婚したっていう、はい、形になりまし今どき珍しいですね,ねでもその最初の新卒で入った会社は1年持たなかったんだよね えっと、その段階で、まあ、正直、ちょっと本来はちょっと副業禁止って言われてはいるんですけど、徐々にこうやり始めて、はいはい、思ったよりこういけるなっていうのと、ちょうどこうエンジニア業界で2、3月、結構忙しくなったりするので、並行できないぞってなったタイミングで、ちょっと早いけど、もうやめちゃおうっていう形で、月でで辞めたという感じですその頃には奥さんとももう別れたの えっと、そこのフリーランスになったタイミングでは実はまだ別れようとは思っていなくて、うん、3ヶ月後に結婚式がありますみたいな状態だったたですでただ、えっと、お金は貯金は一切ゼロっていう状態になってて、うんうん、正直社会人の給料だけじゃ賄えな,ないぞってなって、うん、フリーランスになって仕事バッて取った方が稼げるぞってなってそこで一気に結婚式出て2 3 0 0万ぐらいを23ヶ月でバッと用意して。 結婚式を乗り切ったみたいな形になります。で、結婚式はあげたんだ。あげました。で、あげた割とすぐぐらいに、離婚することが決まるという感じで。はい。早いね、何もかもが。はい。早口だし、早く離婚するし、早くやめたい。はい。じゃ、すみません、よくやります。まあ、あの、エステップの、コンサルをやってる人って結構いるじゃないですか。はい。まあ、その中でも、中村さんってお子さん。すみません、中上。あ、あ、いや、誠さんのこと。そう、誠さんのこと。はい。特化と違うところって、どういったところがありますか。 そうですね中村さんの会社との違いでいうとそこでいうと先ほども少し挙げたような形で中身の仕掛けっていうのは弊社は特に少ないっていう特徴があるかなと思うので L ステップを組んだりはしないあ組みますあの全てサポートの内容は同じなんですけど、うん、こう内容こう構築で LINE マーケティングの取り組み方の特徴としてはあの少し違っていて。うん 弊社は特に原価はそんなにかけずに、えっ、ー、とライティング重視で、なので他社さんよりも安い状態で、こう本当に文章で勝負して、えー、安く成果を出す仕掛けを作っていくっていうのが特徴かなと思います。なるほど、すごいニーズがありそうだね。あの正直聞いてて、はい、僕はめちゃくちゃワクワクしてます。 ありがとうございます、うん、っていうのは LINE と、まあ、確かに店舗ビジネスでは聞きにくいのは間違いないんですけ、ね、ど、はいはい、情報商材系とか、はい、例えばスクールビジネス、はい、オンラインの、はいでまあ、オンラインスクールとかやってるね、はい、YouTuber とかもいますしそういった方との相性は抜群にいいと思います。あそうですね、はいはい、流さんなんなか特にあの 多分中村さんのコンサルですごい売り上げ上がったタイプの方でしょうからね。で、まあ、僕も実は教育業をこれから力を入れていく中で今 LINE を組んでるんですよ。はい、でそんな中でやっぱりその文章の大事さっていうのがよく分かってるんで、はい、多分これは相当伸びる事業だと今思ってたちょうど矢先のこのプレゼンだったので相当伸びると思います、はいはい、ありがとうございます。はい、本家での プレゼンがあった時と同じぐらい、はい、これは素晴らしい授業だと今思ってますありがとうございますはい。これでも文章をこう伝えるってなった時に、はい、結構抽象度高い内容になっちゃうんじゃないかなとも思ってて、はい、やっぱ L ステップの構築を教えますってなった時に、はい、リッチメニューの作り方を教えます、はい、デザインを教えますの方がカリキュラム化しやすいっていうのは正直思うんですよ、はい、か確かに文章の方が 売れるのかもしれないんですけどそれを継承していく難易度っていうのはすごく上がるんじゃないかなと思ってるんですけど教育事業っていう観点で見たときにその点ってどう考えてますかそこに関しては今回ウェブ法人向けと普通の企業さん向けの内製化に2パターン出させていただいていると思うんですけどそこがライティングの部分で理由があって分けている状態になりますでどういう理由かというと企業向けの方ウェブ 法人の方に関しては、えっと、基本的にライティングはやっぱりある程度こうフィードバックしたりとか突きっきりにならないと、えっと、成果を出せる状態まで持っていけないので最低限こう6ヶ月の、えー、月次のコンサルティングもさせていただくっていうのがセットになっています。で、えっと、普通常の法人の方に関しては、えー、基本的には初期の構築とかライティングに関してはある程度発注いただく前提でその後の月次の運用は内製化した方がいいですよというコンセプトなのでこちらに関しては割とその小手先のライティングのテクニックだけ教えておけば特に問題はないかなというふうな形で分けている形になります。 なるほど。あおちゃん、<い>こんな優秀な人でいてまた視聴伸びないよ。<laughs> いやもう今そのことでちょっと冷や汗かいてきた <laughs> 何しようか。最初から竹野さん絶賛するし。<laughs> <laughs> ただ今多分ね、さこさんの質問の意図は、はい、継承できないよということだと思うんですね。はい、要するに。 中上さんが今やってることをいろんな人に伝えていけないよねと、はい、中上さんしかできない超俗人的なパターンなんじゃないのっていうところじゃないかなと思ったんですけどそう,そ,うそうなんです,ですよ、ね、<う>だから質問の答えになってない分かりました、えっと、そこをすいません回答させていただくと、えっと、基本的に、えー、ライティングとか、えっと、特に最近より動画ライティングとかの部分に関しては添削を割とがっつり1回バンとさせていただいたら大体あの僕の0.8とか0.7かけぐらいの人が結構量産できてるかなっていう あのイメージは、えー、ありますので実際弊社がもう組織にしていて下にディレクターとかいるんですけどもディレクターの、えー、ライティングって初めてまだ半年も経ってないんですけど最近添削したものだともう0.8ぐらいはその人が書いたものぐらいの感じになっているのでそこはあまり課題に感じていないというところです。はい、僕が中川君にねライティングを教えた時はだいぶ大変だったんだけどな <laughs> そんな簡単に教えられるのかな え同じようなことやってる人なんて無限にいませんかあ、えっと、いると思いますはいこれこれ私から見たら、はい、正直青さんと知り合いで青さんに紹介してもらって青さんが優秀な人だって紹介してもらってそれで仕事が来てちょっと売上が上がっちゃったって感じにしか見えないですけど正直売の上っの割合の話でいうと、はい、青さんからの紹介も込みで大体3割とかそれ以外のどうやって集客したんですか えっとに関してはも、えっと、もっともっととオフラインで、えっと、フリーランス時代はオフラインでがっつり営業を活動してまして、うん、その時代に撮った方からの紹介とかでつなげてたりとかも自分で活動したものになります、うん、で最初戦略的にあえてオフラインの方に行ってまして、えっと、オンラインに行くとやっぱりそれこそ挙げていただいた中村誠さんだったりとかいろんな競合がいる中で僕始めるのが遅かったのでオンラインだと比較検討されちゃうので負けると思ったので、うん、オフラインで営業して LINE やるってなったらあなたしかいないっていう状態で勝ちに行くっていう戦略を取った からそちらのクライアントが残っているという形になります。今後もオフラインで。あ、これえっと今後もえっとオフラインの開拓は続けていくつもりではあります。はい。ただまあこう LINE のこうマーケティングとかって確かにイグさんがおっしゃる通りなんか前がーと流行って今流行ってないっていう感じはあるんですけど、それって LINE マーケティングが進んないってよりウェブの受託業者がクソばっかだったんですよ。うんうん。かかて,てそのメニューをこう売えさせてうんね納品したっしょみたいな感じで結果数値が出ないみたいなのがばっかで。うん 僕もそれに対してムカついてたし、まあ、そこにいる佐古くんもは、まあ、結構有名なところに発注してあの全然数字が出ないっていう経験をして結構2人で3年前とか超ムカつきまくってた状態で<ー>じゃあ自分たちで受託業を始めようってなって LINE のマーケティング数字が出るマーケティングをガーッと自分たちでやってった時に出会った、まあ、弟子みたいなのが仲良くなったみたいな形なので、まあ、ちょっとフォローするわけじゃないですけど。 まあこう中上君の LINE の,の結果出す力だったりとかその市場がどうなのみたいなところに関しては結構僕は疑問は解消されている状態ではあるっていう状態ですねちなみにあおちゃんの会社で逆に言うとこれを主の事彼にもうまるっと任せてうちも案件取って彼に任せて紹介費をもらうっていうふうにしてるって僕自身がそれをディレクションするのがもう時間が取られちゃうので<ー>僕も今。クライアントとかであの B2B の仕事を取る時に LINE をクロスセルして彼にぶん投げるみたいなことをもう多分月に34案件は彼に投げてるので、はい、虎たちの襲い来る牙を受け止め丁寧に言葉を返す志願者高次元の議論を経て物語は後半戦へと向かう次回新しい未来の行方を見逃すな 興味のあるるユーザーザをを登録させる動線を組むっていうところが回答になるかなのであそうするとそれって動線を作ったっていうところがビジネスであってその後のコンサルティングが本当に良かったかどうかっていうライティングが良かったかどうかっていうところはどうなんですかね